那覇空港からバスで15分、国際通りからバスで30分。2015年夏に瀬長島に癒しと感動のアイランドリゾートが誕生しました。沖縄の新しいリゾート施設です。数々の飲食店やショップが立ち並びます。海風サンセットと食事が楽しめるお店。瀬長島は西海岸に位置していますので、どのお店でもサンセットが楽しめます。ビーチや芝生で最高のあれが見れますよ。そうです、あれとはサンセットのことです。感動のサンセットの見れる観光スポットを中心に、海風テラス、首里城などの行くべき観光スポットを巡り、沖縄西海岸でサンセットの見れる観光スポットやビーチを巡りました。行ってよかった観光スポットをまとめてみましたよ。海風テラスは飲食店も充実しています。ロングポテトダブルチーズ700円、ケバブ丼900円。これが美味しかった。沖縄ならではの果物、野菜などの地産メニューを中心にしたグルメ、スイーツ、セレクトショップの店舗が並びます。豆散歩まだ体験していませんが、氷点下の世界が体験できるアイスバーもあるそうですよ。ここにしかない個性あふれるお店が絶好のロケーションと融合します。気になるお店へ立ち寄りながら散策するのも楽しいですよ。マイアミのようなリゾート体験が満喫できて、美しい海とサンセットが体験できます。ビーチでの遊泳は禁止ですよ。芝生で夕日の沈むのを見ながら感動体験をしてください。島バナナを使用したもっちりドリンク、マーシーズ。お店の中は少し狭いのですが、テラスがありますよ。島バナナプレーン650円、クロッフル280円、島バナナイチゴ700円。テラス席もたくさんありますので、休憩しながら散策してくださいね。梅雨明けの沖縄の日差しはやばいですよ。水分補給と休憩は大事ですよ。海かじライナーは DMM かりゆし水族館や道の駅糸満にも行けますよ。空港から飛び立つ飛行機も見ることができますよ。夕日の沈む西の水平線は雲で覆われていますので、夕日の映像は撮らずに帰ります。必ずリベンジしたいです。でも
東の空はものすごい青空です。これが沖縄の天気です。ハワイアンメニューもたくさんありますよ。駐車場が混みますので、車の片端、午前早めか夕方がおすすめです。瀬長島海かじテラスは青空の広がる絶景のロケーションがありますよ。サンセットもね。那覇空港からも近い水族館、DMM カリユシ水族館があります。2020年5月にオープンした比較的新しい水族館ですよ。沈む夕日が見られるチュラサンビーチや、ヤシの木ロードもあり、ビーチでは幻想的なサンセットが楽しめますよ。イーアス豊崎ショッピングモールも隣接しています。アクセスも良く、国際通りから直通のバスもありますよ。美ら海水族館よりも小さな水族館ですが、那覇空港や国際通りからも近く、観光しやすい場所にあります。沖縄周辺の魚だけでなく、南極に住むペンギンやアマゾンの生き物も展示していますよ。1時間半くらいで回れますよ。沖縄の浅瀬を再現した海では餌やりもできるので、子供たちに大人気コーナーです。沖縄の浅瀬にはルリスズメダイがたくさんいますよ。ドクターフィッシュ体験や直接海の生き物に触れることもできます。海の生き物が泳ぐ水槽はとっても美しく幻想的です。魚たちの自然に泳ぐ姿に癒されます。ずっと見ていられますよ。水中の水槽に展示されたクラゲの部屋も圧巻ですよ。神秘的すぎます。水槽の上を歩ける部屋もありました。先着申し込みでバックヤードツアーもあるそうですよ。ヒトデやカメなどと触れ合ったりできるコーナーもありましたよ。フクロウもいますね。イソギンチャクのそばで泳ぐのは隠れクマノミ。南の海で泳ぐ魚たちは本当にカラフルな魚が多いですよね。ハリセンボンも可愛すぎます。可愛い顔をしていますよね。大きな水槽の前で飲食のできるカフェがありますよ。小さなお子様たちに大人気な水族館だと思います。那覇空港から車で1時間、読谷村の海岸沿いにある星野リゾートバンタカフェ。国内最大級の海カフェとして人気ですよ。パノラマの絶景が広がる大屋根デッキがあり、洋食の軽食メニューを提供するカフェからは海の景色が楽しめます。
入り江に立つカフェから水平線が一望できますよ。波の音と海風を感じる海辺のテラスがあります。夕刻になると目の前の海に日が落ちるドラマチックな景色が広がります。雄大な自然から生まれた非日常の空間で過ごすことで心に残る景色に出会えますよ。サンゴ礁に囲まれた美しい海でドリンクを飲みながらまったりできますね。大きな奇岩や豊かな自然が残る沖縄の海岸を散策すると雄大な海の自然を体いっぱいに感じることができます。宿泊しなくても楽しめる場所なので西海岸のドライブの途中に立ち寄ることをおすすめします。沖縄の海の景色が満喫できて癒されること間違いなしですよ。沖縄観光コースに加えてみてはいかがでしょうか。一度このパノラマを感じると忘れられなくなりますよ。沖縄の方言でバンタは崖という意味です。沖縄本島のほぼ中央、恩納村の北西に位置するマンザモを、チケット100円、18世紀前半頃に琉球国王が万人を座するに足るまうと称賛したことから万座毛という名が付けられたそうです。毛とは沖縄の方言で草原のことを言います。象に似た形の奇岩がありフォトスポットになっていますよ。象の奇岩とともにコバルトブルーの海をバックに写真をパチリ。断崖から望む東シナ海の透明な海と断崖に打ち付ける荒々しい波が海の色合いを変化させて雄大な景色が広がっています。20分くらいで回れますよ。たくさんの観光客も訪れる人気の観光スポットですよ。女だけを望む断崖からはビーチが広がり、たくさんのホテルも立ち並び、アクティビティを楽しんでいますね。コバルトブルーの海とロケーションは最高です。マンザモーからはまるで青い海に染まったような美しい海が一望できますよ。イートインスペースもあり、お土産品店もありますよ。沖縄北部で人気のサーターアンダギーのお店、三ツ矢本舗の揚げたてサーターアンダギーが食べられますよ。揚げたてのサーターアンダギーを食べるとハマりますよ。那覇バスターミナルから名護駅の路線バスで1時間30分、琉球村バス停下車、国道58号線沿いにあります。有形文化財の琉球古民家を沖縄各所から移築しています。実際に住んでいた古民家がそのまま移築されていますので、
柱一つ一つに古き良き時代の庶民の暮らしが感じられますね。昔の沖縄の台所や機織機も昔使われていたものだそうです。沖縄の方言も南部、北部、島では少し違いますよ。沖縄各所から移築された古民家群には住んでいた家族の呼吸が感じられます。サバニと呼ばれる実際に漁に使われていた船です。時間帯でガイドさんが案内してくれますよ。メインイベントのエイサーショー、文化に根ざした琉球舞踊も楽しむことができますよ。毎日エイサーショーや琉球舞踊は開催されております。太鼓と三線と沖縄民謡で心が躍りますよ。すっかり引き込まれてしまって暑いのも忘れてしまいました。参加型のカチャーシーなどもあり最後まで楽しめます。沖縄ではエイサー大会もあり、地域ごとに小さい頃から練習を重ねています。集落の若者たちが念仏家に合わせて各地を踊り回るお盆の行事でエイサーを踊りながら練り歩く道ジュネーを行います。お盆の最終日のウークイにご先祖様をお見送りするために行われています。ご先祖様を大切にする沖縄県民にとって欠かせない行事の一つですよ。ありがとうございました。はい、それでは散策しながら沖縄の昔を感じながら回ると楽しいですよ。1時間くらいで回れますよ。参加型のワークショップもあります。琉球銀型貸し衣装で記念撮影もおすすめです。国道58号線を北部方面へ向かって車を走らせます。ヤシの木が南国らしい道路を走ってマリンブルーの海を見ながら走ると、那覇ターミナルから銀部バス停下車、那覇ターミナルから1時間半のところにかりゆしビーチがあります。宿泊しなくてもマリンスポーツやアクティビティが楽しめるビーチです。ビーチとマリンスポーツ利用時間、施設利用料、大人2000円、子供1000円、ホテル宿泊者無料。かりゆしビーチマリンスパの駐車場を利用して、無料シャトルバスでビーチまで送迎があります。お子様連れの方はホテルに宿泊してビーチやプールが楽しめますよ。たくさんのマリンスポーツがありますので、何泊もしたくなりますよ。日帰りでも十分楽しめます。テラス席で海を眺めながらのんびりできます。
沖縄でしかできない青の洞窟ツアーやスノーケルツアー、数々のマリンスポーツ、遊覧船などが楽しめて時間が足りなくなってしまいますね。お子様にはウォーターランドもあり、家族全員で楽しめますよ。カディウシビーチリゾートスパも利用できます。やっぱり沖縄ではビーチが楽しいですよね。雲空なのに気温が高いです。遊覧船やアクティビティよりもあれが見たい。豆さんと夕日が見たい。怪しい雲行きですが、ビーチを散策してみましょう。ビーチで泳いだり磯遊びも楽しめます。プールもありますよ。シャワーや更衣室も完備されています。ホテルに隣接しているローソンは24時間営業です。ドリンクなどを買ってゆっくりサンセットが楽しめますよ。お楽しみの時間がやってきました。夕日を見るためにカリウシビーチにやってきました。西海岸で見る夕暮れ時が大好きです。小さい頃からオレンジ色に染まる海を見るため、うちの前の海岸に夕涼みをしながら夕日を見てワイワイ騒いでいました。懐かしくて思い出がよみがえります。これから紹介する観光スポットのある国頭村は過疎の村が多いところです。地平線に沈む夕日に癒されました。本島最北端の辺戸岬まで行きたいと思います。自然が残る世界自然遺産でもあります。サンセットビュー最高。まだまだ西海岸では美しい海とサンセットが楽しめますよ。近くには無料で海遊びができて夕日が見れる名護ビーチやイングビーチなどがあります。監視員がいませんので遊泳には注意が必要です。砂浜が続く名護ビーチも心ゆくまで夕日が楽しめますよ。名護市へ向かって走ります。海岸線は絶景ですよ。最北端の辺戸岬まで行きたいと思います。途中奥間プライベートビーチに立ち寄って夕日を見ます。名護市で立ち寄ってもらいたい珍しい場所があります。この場所で名護市を見守り続けている貧墳ガジュマル、推定樹齢280年から300年。名護市役所造設計集団が1981年に建築したノスタルジックな庁舎です。風を取り入れ強い日差しから守る沖縄の建築の原点とも言われています。
美ら海水族館や氷島観光のついでに立ち寄ってもらいたいと思います。一度は見るべき価値のある建造物ですよ。名護市から58号線を北へ向かうと、八ヶ地ビーチ方面入り口に入ります。小売大橋手前にある絶景カフェ、小売大橋を見渡せる野外フードコートがあります。小売大橋を渡る手前の場所に2022年にできました。絶景を眺めながらのんびりできるビュースポットですよ。ホットドッグやタコスなどのフードメニューやドリンクがあります。マリンスポーツも楽しめてサップが人気のようです。マリンスポーツは予約制です。透き通る海でのサップも楽しそうですね。この場所から見る小売大橋も圧巻ですよ。小売大橋を渡り小売島へ入ります。エメラルドグリーンの海に囲まれた小売大橋はドライブコースにもぴったりですよ。海の上を走っているかのような爽快感が味わえますよ。氷島入り口にある氷ビーチ、ハートロックやオーシャンタワーもあり、見どころ満載の氷島です。橋を降りてすぐに氷島の駅空橋があります。空橋の中へ入ってみましょう。氷島はフルーツ大国でもあります。マンゴー、パイナップル、スイカなど糖度の高いフルーツが揃っています。アテモヤやスターフルーツなどの珍しいカットフルーツも楽しめます。スターフルーツはシャキシャキして甘くてジューシーで、水分補給としても夏にぴったりのフルーツです。奥間プライベート&リゾート、沖縄北部の西海岸にやんばるの海を楽しめるビーチがあります。コテージやビーラのある、まるで海外のリゾートを思わせるビーチ、ヤシの木と青い空が広がるやんばるの美しさに感動しますよ。沖縄とアメリカが融合したようなホテルとビーチです。ホテルに宿泊しなくてもビーチの利用は可能ですよ。国頭磯で海水浴を楽しむなら奥間ビーチがおすすめですよ。プールは宿泊者のみ利用可能です。もともと奥間ビーチはアメリカ軍のプライベートビーチで、宿泊施設はアメリカ軍の住居の建っていたところです。返還後にホテルができて、沖縄県民や観光客も気軽に利用できるようになりました。アクティビティも楽しめて、ビーチの手入れが行き届いていて人気のビーチですよ。
ビーチ利用料は大人1500円、子供1000円、駐車料金、タオル1枚込みの料金です。本島北部のおすすめのビューが広がります。夕方になるとまたまた感動の時間が訪れますよ。感動のサンセットタイムの始まりです。海に輝く夕日がビーチを美しく照らしています。レストランビーチサイドで食事を楽しみながらサンセットタイムを満喫すると癒されること間違いなしですよ。ヘントナからギナマまでの道路もビュースポットですよ。この海岸に沿って走る58号線は手つかずの美しい沖縄の海が迎えてくれますよ。国頭の海は西海岸なのでどこからでも綺麗な夕日が見れます。世界自然遺産でもあり飛べない鳥ギャンバルクイナの暮らす森が広がります。ギナマに到着しました。ヘド岬まではもう少しですよ。細長い村の目の前はどこまでも続く青い海が広がっています。夕日を見るのに絶好の場所ですよ。ギナマから見た夕日が幻想的なんです。毎日違う夕日に癒されて一日の疲れが取れますね。ギナマには第二宗師松園王が住んでいた場所に神社があります。北部観光のついでに立ち寄ってみてください。農民から琉球王にまで出世したことから出世運が上がると言われていて、伊是名島から逃げてたどり着いた最北端の村から中央に出て成功したことにあやかりたいとひっそりと訪れる政治家や経営者が訪れているとかいないとか本当かどうかはわかりませんが、密かにこの地に住んでいたので密かにお参りするとご利益があるそうです。出世願望のある方は誰にも言わずに密かにお参りしてみてはいかがでしょうか。もしかしたらもしかするかもしれませんよ。神社の裏は当時金丸が妻と弟と3人で住んでいた屋敷跡です。最北端の村からどのようにして琉球王にまで出世を果たしたのかすごく興味深いですよね。観光スポットとして注目してみてください。辺戸岬に到着しました。沖縄本島最北端の岬です。サンゴ礁が隆起してできた岩に打ち付ける波、荒々しさと優しさを兼ね備えた辺戸岬、天気が良ければ与論島も見ることができます。那覇空港よりも近い距離に与論島がありますよ。
部屋島と伊是名島が見えていますね。夕日が綺麗に見えます。雄大な海に沈む夕日が望めます。感動してしまいますよね。那覇空港から車で3時間の場所ですので、観光客も少なく穴場の観光スポットですよ。太平洋と東シナ海の荒波が打ち寄せる辺戸岬。朝日が昇るのも見れて、夕日の沈むのも見れます。行かないとわからない魅力があります。2015年に辺戸岬は沖縄海岸国定公園に指定されており、遊歩道が整備されているので、高齢者やベビーカーや車椅子でも安心ですよ。ただし柵がない場所もありますので注意が必要です。岩場には必要以上に近づかないでくださいね。断崖から下を覗こうとしないでください。ゆっくりと辺戸岬の美しい景観を楽しんでもらいたいと思います。辺戸岬は24時間無休ですが、暗くなると足元に特に注意が必要ですよ。紅葉パーラー、サンドイッチやスリランカカレーもありますよ。クイナそば700円。タコライス700円。豆散歩のお気に入りは目玉焼きの乗ったタコライス。福祉部カフェ屋上は展望テラスになっていますよ。店内は涼しくてギャンバルコーヒーをはじめ、ドリンクメニューも豊富ですよ。沖縄食材で作ったビールもありますよ。暑い夏には冷房の効いたカフェでランチをしながら景色も楽しめますよ。竜神の中の王様の竜王が祀ってあります。沖縄本島の最北端から沖縄全土を見守っているそうです。辺戸岬はいろいろな伝説がある場所です。日本祖国復帰闘争碑です。アメリカの統治下にあった沖縄が、沖縄が日本に返還後、沖縄県になった証として1972年に建てられました。のろしを上げて友情の火をあげる式典もこの辺戸岬で行われていました。すぐ近くには琉球神話に語られている大石林猿があります。巨岩の連なる亜熱帯の自然からなる山々、古来より聖なる地とされパワースポットとしても有名です。さまざまな自然に触れられるように散策コースが設けられています。
バリアフリーコースもありますよ。自然が生み出した造形美を思う存分満喫できますよ。遠い昔、アマミキヨ族はヘドのウサハマに上陸後、この地に今日構え、一族を導いてくれたハシムイを聖地に定めたそうです。それが後に神話化されて、アマミク降臨伝説へつながったようです。奇跡門は東に向き太陽の上がる天上界への入り口があり、西には広大に広がる海の彼方に二雷家内があると言われています。アシムイにはシジャラだけ、アフリだけ、シノクセだけという歌詞があります。王国時代には王家の繁栄、五級宝珠、航海安全をこの地で祈ったと伝えられています。琉球王国時代には国家的に重要な聖地だったようです。亜熱帯自然林コースの巨大ガジュマルは日本最大級と言われていますよ。沖縄ではガジュマルの木にはキジムナーと呼ばれる妖精がいると信じられていて、キジムナーの目撃談も多いそうですよ。手つかずの亜熱帯の森にはこの場所でしか見られない植物や昆虫がたくさんいますよ。精霊が宿る神木をめぐり、幸せ探しの旅をしてください。歴史的にも価値の高いアシムイに今では40数箇所もの廃所があり、沖縄のノロたちの修行の場所となっています。多くの神々や精霊たちが行き交うパワースポットです。遊民や有名ミュージシャンなども武願ガジュマルのパワーをもらいに、ミュージックビデオなどの撮影のため訪れているそうです。とても神秘的な場所で、大きなパワーがもらえますよ。このガジュマルの力を借りて奇跡が起こるかもしれません。豆散歩、健康をお祈りしました。最後までご視聴ありがとうございました。豆散歩続きます。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。